太陽緑道太陽緑道徳王稲荷社、琴平社太陽緑道は、愛知県岡崎市の岡崎市役所前から新州、大谷波三河別院手前までを南北に通る緑道である。岡崎市、道明大寺、吹谷橋線の一部である。現在は緑地帯が大部分撤去されてしまい、変わって道路が拡張された。岡崎市は環境緑化を目指して、 1973年度から市内各地で緑道整備計画を進めた。太陽緑道は1976年9月30日に観光した。当時の岡崎市のキャッチフレーズ、緑と太陽と清流の明るい豊かな街づくりからそう名付けられた。事業費は1200万円。植栽の中心は、死の木に制定されている黒松127本。外周は、 玉継げで垣根を作り、他に、筒子やバラを配した。国道1号の岡崎市役所南東交差点から、岡崎市役所前を北上し、両町1丁目、天馬通り5丁目を通り、明けぼ町2丁目交差点の新州大屋派、三河別院手前までの延長約350メートルの緑道である。幅約10メートルの中央分離帯に、桜や黒松などの樹木、遊歩道、 石道路などが設置された。緑地帯の左右の車道はもともと福音の広い片側、一車線であったが、自動車による交通需要の増加に伴い、緑地帯を撤去して車線数を増やし右折帯を設置した。ありがとうございます。